女優の水木有沙が劇場版ルパンの娘10月15日公開にもう一人のエルの一族三雲嶺役でゲスト出演していることが明らかになった。これまでのエルの一族では見慣れない青の泥棒スーツに身を包む寒月演じる三雲嶺が鋭い眼差しでこちらを見つめながら今にもお宝を盗み出そうとする華麗なビジュアルも解禁。ナースのお仕事シリーズをはじめ数々のドラマや映画で主演を務め、4歳から活動を開始し今年で芸能生活40周年、そして歌手デビュー30周年という大きな節目年を迎えた寒月は、まさか自分が泥棒スーツを着ることになるとは思いもよらず、全身ピチピチなので緊張感と若干の恥ずかしさがありましたと話している。ルパンの娘は横関浩氏の同名小説講談社文庫などを原作に2019年7月期と20年10月期にテレビドラマ化され、ドラマ終了後に映画化が発表された。代々泥棒一家であるエルの一族の娘三雲花、深田恭子と代々警察一家の息子桜庭一馬、瀬戸康史の禁断の恋を描いた人気シリーズ。今回明らかになった寒月が演じる三雲嶺はシリーズ最大の謎としてファン最大の関心事でもあったもう一人のエルの一族、三雲健、渡辺篤郎の妹で泥棒一家エルの一族の中でも抜きんでた天才的な泥棒センスの持ち主という役どころだ。ドラマシーズン2の終盤でその存在が明かされ、エルの一族はもう一人いるという衝撃的事実に SNS を中心に話題を呼んだ三雲嶺が満を持たして劇場版で超重要人物として登場となる。家族の反対を押し切り一族を離れ普通の生活を送っていたはずが、ある事件をきっかけに姿を消し後に死んだとされていたが、寒月はドラマのシーズン 1.2 ともに一視聴者として見ており、笑いありミュージカルありの自由に表現される世界観がとても楽しいドラマで、映画から参加でき嬉しかったとコメント。謎のベールに包まれた霊についてあまり多くは語れないと前置きした上で、物語をかき回すキーパーソン、味方なのか敵なのか、花たちとどう絡んでいくのかというストーリーはもちろん、スタントなしで挑んだアクションシーンにも注目して楽しんでいただければと語っている。また、現在休養中の主演深田恭子について寒月は、とても心配ですが、今はどうかゆっくり休んでもらいたいなと思います。深田さんと共に作り上げた劇場版ルパンの娘が、お客様の元に届く日を楽しみにしていますとコメント寄せた。本作は昨年12月から今年の2月にかけて撮影を行っていた。今後さらに明かされるエルの一族の謎と三雲花の秘密、今回新たに寒月が加わった劇場版ルパンの娘の今後の情報に注目だ。